はい、皆さんこんにちは、サンディです。今回はタイトルにも書いてありますし、前回あのジェフリースターのレビューした時も、もし見てない人がいたらここら辺にリンク貼っておきます。の動画でも告知してあったカラーポップのレビュー動画を始めたいと思います。では始めましょう。去年の、ブラックフライデーで買ったものになります。そしてホリデーコレクションになります。かなり月日が経っているんですけども、やっぱり興味ある方もいるし、ぜひ見たいっていうお友達もいたので、今回はやっていきたいと思います。で、ブラックフライデーに関しての経験だったりとか、あとアドバイスについては前回の動画でいろいろと、お話ししているので、もしよかったらそっちを見てください。いろいろとそのどれくらいで届くかとか、あとその購入する際の時間帯だったりとか、購入する時の情報をどこで仕入れる、どこで情報を得られるかとか、いろんなそういった、ブラックフライデー、まあ、アメリカのサイトとかで買う時の私的な私からの、アドバイスっていうかを、たくさんたくさんその動画ではお話ししてるので、今回のこの動画では一切そういった話はしません。もし、興味がある方はそちらのレビューの方、上に貼ってありますし、下にも、リンク残しておきますし、あと最後にも貼っておきますので、もしよかったらそちらの動画も見てください。そんな感じで早速レビューを始めたいと思います。リップ関係で、ホリデーコレクションに出てたのは、セットでは確か5セットくらいかな、後の3セットを買いました。で、今からどん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 ここら辺にスワッチ乗せていきたいと思います。で、私が買ったのは、セットに関してはフルサイズとミニサイズっていうのがあって、フルサイズはまあオリジナルサイズっていうのかな、フルサイズ、普通のサイズです。で、ミニっていうのはこれよりも小さいやつで、なんかまあお試し用みたいな感じのサイズになります。もちろん、お値段も変わってきます。多分セットとかだとまあ5ドルぐらいとか、それくらいの差かな、わかんないけど、まあ差はあります、さすがにね、まあ、サイズ違うし。で、私が買ったのはこの3つのセットになります。で、あと色々と気づいちゃったんだけど、で、まあそんな感じで5セット買いました。最初に見てもらうのが多分これだと思うんですけど、この赤いやつね。で、これに関しては、全部がマットになります。マット色、全部がマット色です。で、一見見るとなんか全部似てる感じするけど、意外とそうでもないんですよ。まあ、こんな感じで並べると多分分かりやすいと思うんだけど、この赤いのがなんだろう、ベージュピンクで一個だけ濃いめのやつが入ってる感じで、その後が全部なんかベージュ系、ベージュっていうか、うん、そう、ベージュ系ピンク、なんかこうパステルっぽい、私がすごい好きな色たちで、ただこれにはグロス、一個がグロスね、これね、一番最初ので、その後がマットで、サテン、メタリック、マットになります。そんな感じです、違いはね。で、こっちの黒の方はもう見てもらって分かると思うんだけど、すごいなんかダークな感じ、ダークな感じだけど、まあ可愛いのも入りつつもって感じです。この中で1個だけすごいなんか発色がいいんだけどムラになりやすいのもありました。ものによっては塗って時間経てばかなりのマット、こんな感じのかなりのマットになるのもあれば、1本だけすごい苦労した気がする、1本2本ぐらい。はい、話が飛びました。旦那さんが帰ってきたのでちょっと話してたら話が飛びました。で、このセットに関しては、まあなんで買ったかっていうのは、まあ、まず
パッケージすごい可愛くて黒いパッケージで、普通のカラーポップだとまあ普通のがこういったやつとかで、まあこういうのもあったんだけど、まあそれが可愛いなって思ったこと、まあサテンとか、まあ今一番流行ってるのはメタリック系とかが結構流行ってて、まあそういうのも欲しいし、まあ色合いが全部あのすごいツボだったので買ってみました。で、ただ自分が以前に買ったやつと被ってる色がありました。それがこのトラップっていうやつで、これはこのセットの中に入ってました。なので多分おそらくこのセットに入ってる色たちで普通に単品で売ってるものがあるかと思うので、もしあってリンクがあったら下に貼っておきます。そっち見ればわかると思うんだけど、ちょっと色ムラになってるのが2本か1本かそれくらいだったと思うんだけど、それ以外の商品、まあリップたち塗りやすいし、やっぱり乾くの早いのもあります。まあカラーポップに関しては以前にね、どれくらい持つかっていうのを偽物 と、本物オリジナルので対決しているのがあるので、まあそれを見れば多少カラーポップがどれくらい持つかっていうのがわかると思うんですけど、その動画はここら辺に貼っておきます。まあ、そんな感じでまあ計まあセットは15本になります。それからどこだ、もう1本だけ単品で頼んだのがあって、それがこれになります。これはメタリックリップになります。でちょっとね、もうちょっと明るい系のメタリックがちょっと欲しくて、メタリックのリップがまず持ってなかったので、でまあセットにも来るっていうのは分かってたんだけど、こういう色、こういう感じの色も欲しいなと思って、買いました。でメタリックのいいところはやっぱりこう照明とか光のあるところにいるとやっぱ反射してすごく可愛い感じになるので、まあこれはこれで買ってよかったし、使い道としてはリップとしてだけじゃなくて普通に目にもちょっとした、今ちょうどねメイクがこんな感じでここがね開いてて、ここアイシャドウ何も塗ってないんだけど、そういうとこにちょっとポンポンってやると、まあ一応ね乾くんで、まあいい感じに、そういう使い方もあるんじゃないかなと思って買ってみました。こちら本当にパッケージが可愛いんですよ。でこの感じだとなんかこう、なんだろう、まあただの箱かなって感じがしたの私はね。でただここを開くとこんな感じでレコードみたいな感じのパッケージになっています。それがすごいね可愛いなと思って、でこれを開けるとこういった感じで、まあシーズンがもうそろそろ春になりつつあるけども、まあそれでもまあ使える色たちになっています。どっちかっていうとまあホリデーだから冬系とか秋系とかだけど、まだまだまだ春でも使える色が入っています。で今回は化粧がまだ終わってないんですよ。この化粧はさっきも話してたんだけど、このところだけ残してあるのはこのアイシャドウたちを、タッチをっていうかアイシャドウをちょっとだけのせてっていうスワッチの仕方をしたいなと思って、全てはしないです、全てはスワッチしないけど、今考えているのはこの2色、この2色をのせていきたいと思います。でどんな感じになるか、私なんか最近思ったのがカラーポップはアイシャドウはどっちかっていうとなんか指につけて使った方が発色がいいんですよ。筆だとやっぱちょっとソフトな感じのアイシャドウだからなんかちょっと取り扱いにくいなと思って、で最近やってるのはなんだろう、ブレンディングする筆じゃなくてチップとか使
ってやってます。そっちの方が発色がいいかなと思ってちょっとした装置をします。で、一番最初に言ってたんだけど、やっぱり発売後のブラックフライデーだったので、こちらも多少は安くなっていました。なので、やっぱりあのブラックフライデーは本当にメーカーによって全然どれくらい安くなるかとか、ホリデーコレクションが出てくるか出てこないかとか、もう出てるかとか、いろいろなんかやっぱブランドによって違うんだなって今回改めて思いました。はい、ではスウォッチしていきたいと思います。で、最初にこっちの方から使っていきたいと思います。で、色がこの色見えるかわかんないけどで、その後にこっちの方を使っていきたいと思います。色がこっち見えるかな。で、今回は、100均で買ったチップを使っていきたいと思います。こういったチップね、チップは何でもいいです。別に特にこのメーカーでやっていけないとかはない。では見ていきたいと思います。最初にこっちをベースとして見ていきたいと思います。で、今回は幅がここだけなので細い方で使っていきたいと思います。では塗っていきます。こんな感じでベースを、若干こっちの方が若干ねつくラメが大きいんですよ、さっきのよりも。なんでこっちはポン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 つけた方がいい感じになります。はい、でこんな感じで、まあ遠くからだから分かりにくいかもしれないけど、まあだいぶキラキラっとなりました。で、さっきも話してたけどメタリック、ちょっとやってみたいと思います。で、メタリックのリップを今塗った上から塗っていきたいと思います。